2本立てです。ぬるべきの滝の御滝面滝を見に行って、御滝茶屋で少し休んで、でぬるべきの滝の、まあ、貯水池の上までこうトレッキング、まあ、健康のためとマイナスイオンをね感じてちょっと充電、うん、神戸はね山と海とがこう接しててもう少し行くと山があるんですね。だからもう本当自然とはすごく近い距離にね、この新神戸駅の裏山がもう完全に自然のね本当宝庫になってます。ではよろしくお願いします。ヒマラヤさん岩塩プレート、キャプテンスタック製で1765円が1304円で、ちょっとロボスよりか高い、ロボス980円で売ってます。これ YouTuber 第一歩の時の動画の焚き火台ロボス、これが2人の時便利なんです。置いていこう。これが一番下にここまっすぐして、こういうふうに引っ掛けて下に落ちない感じなんですね。でこれが焚き火の台、これを下に引いて、これがめっちゃ便利な添加剤もいらない、これです。これです。早い。岩塩プレート舐めてみようか。でも美味しい、やっぱり。やって、置いてみますね。はい。OK。家族はあれやね、焼き肉こんな調子でやったら死ぬもんな、うん、切ってみよう。容器で、はい、食べよう。あ、むっちゃくちゃ、いや、いただきます。確かにちょっと辛い。
そうそうそう、うん、でも柔らかい、柔らかい、うん、よかったね、なったんですけど、ごちそうさまでした。ではまた、バイバーイ。